ハロー皆さん、どうもパワープロ2017ペナント編阪神タイガース日本一物語続きやっていきたいと思います。じゃあね、出番プレイでやっていきましょう。先発は秋山だな。で、野手はほう、またも控えに顔色いい選手がおるね。今永か。ならこれはちょっと中谷を外そうかな。福丼、いやー、俊介かな。俊介外して江越1番でいきましょう。で、島田と熊谷が調子がいい、まあ、これはいいか。で、このベストオーダーでチャンスになると俺がプレイしていって、桑原のね、登板機会になると俺がプレイする。あ、鳥さんも外すか。鳥さんも左投手ね、クソ弱いんで。よし、これでいこう。センター江越になってみる。 OK、 よし行こう。さあ、相手はベイスターズ。広島とね、ベイスターズ、この2チーム嫌なんだよね、対戦するの。あとジャイアンツもそこそこね、嫌だわ。阪神甲子園球場です。さあ、わりかしベイスターズにはフルボッコされてる印象しかないんだが、どうなるかな。さあ、こっちはお前16試合登板して3勝5敗の秋山だぜ。お前アップデート期待みなし。この間俺も打たれたしな、クソ守備も相まって。さあ、ここはチャンスか。まずはこっちか、先制点取るチャンス。まあ相手も先発ってかエースだからな、油断はできん。ちょっと見ていくか、早打ちスタイルはちょっとやめてね。見極めてこう。わあ、見極めてこって言った瞬間にあんなね、甘いコース来るから。OK。 これは柴田惜しい、惜しい、全然惜しくないか。さあ、ウェポン、リーサルウェポンの時間や。エゴシ、ほんまやな。いや、これはもう犠牲フライどころか、お前ツーベース。おっしゃおっしゃおっしゃ、いけるいけるいける。よっしゃ、ミート力、ウェポンのミート力。よし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 、ナイスウェポン。次は糸井さんか。もう打率爆下げですけどね、この人。春先考えたら、これは当たりが良すぎた。合わせに行きすぎたね、引っ張れてすらなかったわ、クソ甘くせ。そしてここで子供さん、このスケベな人でね、なんとか打ちたいよね。久しぶりに全く打ってない気がするんだよね、俺この人。そうだし、春先ね、福留もあの打てばヒットとか言ってたんやけどな、俺が全然打たなくなったわ。伸びのあるストレート、投球これから4球目。これはうまい、うまい、うまい。さあ、回れ回れ、桑原桑原、無理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 の片つもりですね。これはさすがに桑原だったら無理だ。しかし、ここでチャンスに弱い中谷。第9投げました、初球を打った。ミート合わせに行った結果これだ。合わせに行くバッティングやめようぜ。さあ、秋山高騰してるね、めっちゃ秋山高騰してる。俺が操作せん秋山って何なの、神なの。やっぱ俺が操作せん方がいいな。原口なんだよな。よっしゃ、久しぶり、イエス、これぞ原口だ、ミスタータイガース。もう完璧に今のは引っ張りに行ったからね、引っ張り狙いに行ってたわ今の。ああ、ごっつぁんです。いや、活躍してるね原口。さあ、まだ秋山生かしてる。ちょっと待ってよ。全然、お、56球。俺が変なこと言うと失点しそうなんだよ俺。ちょっと梅野入れときます。いや、いいか、3点差だしな。ナイス、やべえ、秋山これ完封ペースじゃねとかいう変なね、余計なことは言わないでよ。ああ、第2球、外角外れてボール。これは完全なボール球、1本欲しい。糸井さんにも1本欲しい。プープゲラッチョ、これお前さっきのリプレイ映像じゃねえか、お前同じような打球やん。
シチュエーションが同じやこれ。第9球投げました。いやもうこのチェンジアップ振るかどうかね迷うわ。あれ引っ張れねえんだよこれは。お、柴田、ありがとう。これなんかお前見たことあるぞ、これ甲子園で。あの柴田のね、まああれは取れてすらなかったけどね、追いついてすらなかったわ、あのサヨナラの時は。よっしゃ、いいね。そして打率1割2分9分。もうこれ福留さんお役ごめんですよ、もういいです、変えましょう。そのままちょっと俊介に、いや島田かな、うん、島田に入ってもらおう。そのままタイガース代走を送ります。島田二塁に入りました。おい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 、ビーンボールかい、お前やめとろ、やめろよお前。投げた、これもうーわー、失速してゲッツー。あれ細んな失速するかな、老人バックに当たって失速するならまたちょっとわかるけどね。マウンドのデコボコって凹凸か、いけるね。これ生かしてね、おかしい。4番に梅野が入ったか、サードに今成、鳥さん回ってくるのに今成にも送ってるっていうね、下手くそな守備やで。これね、ちょっと糸井さんも変えときましょう、うん、まだお前、あ、鳥さんあれか、あ、スタメンじゃなかったんだ。ああそうそう、スタメンじゃないんだねこの人。こうですね、まあ、守備はわりかし鉄壁の布陣になってるね。秋山どうなる、これいったね秋山。ほんでもう一回、もうワンアウト取ってる。これお前マジか、秋山、これは秋山ですわ。おほほほほほほほ、完璧なピッチング内容じゃねえかお前。これ広いんでしょもちろんね、当然広いんだろうな。ヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように、4対0。いやいやお前、俺が操作してん方がええな。ああ秋山はマジで、いや素晴らしい、無四球完封勝利やって。さすがコントロール S だ。ああ菅野と秋山だけかなコントロール S ってね。いやマジで今まで3勝5敗だったね投手がこれだぜ。いきなり神ピッチングを見せるっていう。まあ打ってもみんなし、割りかし仕事してるしね。ほんでまたお前秋山もヒット打ってるわ、いいねこれ。そしてお前9回100球じゃないこれ。だからお前1回1イニング10球ペースだったってことやね、これ91球ってことはね。すげえな、省エネも省エネだわこれ。中継ぎもね使わんでよかったし、ほんまめちゃくちゃええやん。しかも相手が今永って考えたらね、余計に、いや俺のホームランも結構効いたんじゃない、うん、原口ヒロインだったし。いやー秋山いいねー。ルーエンチェン、イエンチェンか。藤浪はちょっとコントロールがねさすがに低すぎるわ。さあ続けていきましょう。さあちょっとこれは、うーん藤浪に行かせるしかないか、調子考えたら。いやちょっと岩貞行かそう、もうちょっと岩貞はもう多分ねまた打たれる気するんだけど、調子がねあれなんで。梅野これは今回、うわみんな顔色普通だね、うんモチベーション的には普通って感じ。これでいいでしょうねこのベストオーダーで、特に変える必要はないわ。よし本日私ピンチになるとプレイしていきたいと思いますよ。で一応桑原はそのままにしとこっか、うん、さっき登板なかったしね、秋山が神ピッチングしてくれたんで。よしさあちょっとでもロジャースもちょっと使う理由がなくなっちゃってるからね、対左投手激弱になった上にね、ミート力も激下がりしてますからね。ほんまにどこで使うんだって話。西岡の方がまだいいかもね、西岡下げちゃったけど。横浜 DeNA ベイスターズ17回戦の模様をお送りいたします。タイガースの先発は左の岩坂、対するベイスターズの先発は右のクライン。この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。さあまあこれはね分かってました、許容範囲ですよ。こんなスロースターターの選手は基本ピンチ迎えますから。初球はストライク、まずは決めてきました。初球空振り、これで抑えてくれたらいいんです。投げた、よしか三球三振、いいね完璧。
ナイスだ岩佐だ。タイガース、この回ツーアウト二塁のピンチでしたが、さあもう打線はね、もう CP 頼みですから、AI 頼り、頼むぜ、奮起してくれよ。ナイス。そしてこれまた岩佐だ。おい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 、マジか岩佐だ。ちょ、待って待って待って、マジで島。マジかこれ、マジか。うわ、でもこれ行かせた途端っていうのが、行ったね、お前。ちょ待って、これまだ行かすの。もうやめた方がいいな。もうちょっとここで7回でしょ。ちょっともうここ俺の出番だ。俺の出番行きます。俺の出番。キャッチャー今なりになってるな。気づかなかったわ。それなら星も、もう梅野にしよう。さあここは守備を変えてくるようです。うわ、もうお前ここまで2安打3安打の神ピッチングしてるからな。ヤマトエラーないぞお前。ナイスヤマト。ここではロペス、ちょっと山崎則治をちょっとトレードとして獲得したいね。これ忘れてた。もうトレードの期限あれだぜ。もうやばいねこれ、取れんわ。取れんけどちょっと脱色か。バッターは4番筒香、今日は三振とセンターフライ。さあフルス相手に好投してくれ桑原。投げた、決まってストライク。もう追い込んでいます。外れた、ボール。カウントワンボールツーストライク。ナイス。この高速スライダーは打てんだろう。まっすらですよ、いわゆる。大山出てきた。ナイス。そして待てよね、守備固めは、これはね、もう糸井さんのところにちょっとエゴシを送っときましょう。福留、ドメさんもちょっと変えようかもね。もう守備はちょっと鉄壁にしましょうか。よしよし。で熊谷と森越だけいつも通り残しとこう。ナイスナイスナイス。そして最終回一応残しておいた方がいいよな、これは。ここでピンチかい、お前ドリス、お前マジかよ、お前どんなピンチこれ。もう1点はしゃあないわ。1点は諦めろ。てかベイスターズなんだかんだ言ってこれ、あ、これはもう1点はしゃあないね。OK ナイス。ちょっとドリスが激情しちゃいましたけどね。いやもうせっかくお前横浜打線をね、18イニングか連続で無失点と思ったらこれだよ。まあいいでしょう、2連勝だ。スイープできるかもね。おい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 、岩佐だマジ神。岩佐だ操作して、お前あれじゃ、じゃあピンチでさ、岩佐だなんて毎回招いてるようなもんなのに1回しか来んかったもん今回。おお、そしてドスケベのベテランがお前ホームラン打ってるわ。すげえ、いいねこれ、めちゃくちゃええやん。どうした阪神、これはお前あれやな、東証王国だわ完全にね。素晴らしい。ちょっとドリスがあれなんやけどね、安定してくれドリスよ。俊介結果出せずか。もうこの1番バッター誰起用したいんだよ。誰も1番結果出さないんだよねこれ、おかしな話や。で岩佐田6回65球と、これまた1イニング10球ペースか。被安打も2。ほんでドリスがね、ちょっとお前徐々にお前防御率が上がっていってるな、0点台だったのによ。ちょ、マテオと配置転換すっかなこれ。んだらマテオが打たれるんでしょ。わかるんだ、僕知ってるよ。森越いいね、森越は守備力 B になったら神。さあちょっとねこれ采配でさ、あ采配ちゃうね、新戦力まだいけるよね。トレード期間でも無理だろうなこれな。無理ですね、トレード依頼を受ける。佐野という投手、鳥谷、軽いた、これぞ舐めてますね、しかも要望してくるのが鳥谷っていうね、嘘やろこれお前。ちょっと二度見しちゃった。ちょ依頼出そうか、取れんと思うけどね。俊太ももう無理だったっぽいな。ベイスターズのノリハル。守備職人ノリハルですよ。金が全くないので、ここはね、キャンベル。そして全く使ってない、
ゴメスね、ロジャースの代わりに導入したゴメス、この2人出しましょう。ちょっと待ってよ、キャンベル、ゴメスね。よし、まあ完全にこっちが損してるけど、ゴメス使わんからね、もう二度と。そしてキャンベルは対談濃厚なので、俺の中ではもう干しますからね、二軍で。そういう意味だ、そういうことだ。まあもう無理だろうな、期限があれだし。うわ、ここに来て秋山絶好調かよ。まあ藤浪だね今回は。野手先発は久保中か、フルスか。これまたロジャース、ロジャースがな、ロジャース使いましょうかね今回。糸井さんじゃ、中谷をあれで、ウェポン、二塁が、二塁の層が薄いよねこのチーム。西岡をね二軍に、まあ、鳥さんも二軍できるっちゃできるんやけどな。ちょっとこれ、いやでも鳥さんの二塁はちょっとやだな、やめとこう。いや、ありか。ちょっとウェポン下げて今成サードにすっかな、これね。ありだね、これ。2番今成でいいでしょうね。チャンスクソ弱いし。で、5番ロジャース、6番トリサー。よし、これでいこう。うん。で、最後、チャンスピンチ。で、ドリス。違う、ドリスちゃうな。横山かな、うん、横山と登板になるとっていう感じでいきましょう。 OK、 本日ラストの試合 GO! レッツゴータイガース。阪神甲子園球場です。阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズ18回戦の模様をお送りしてまいります。タイガースの先発はエースの藤浪。ちょっと藤浪もな、ここ最近勝ちから遠ざかってるっていうよりも、ちょっと防御率がね、徐々にこれまた3点台とかになってきてるからな。タイガース先制のピンチです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で頼れる助っ人ロペス、第9球投げました、決まった、ストライク。やはりスロースターター持ちはこれがあるから投げました、きつい。リリースが全く分かんねえ。外れてもはっきりしたボール球、カウントワンボールワンストライク、投げた、ボール大きく外れました、カウントはツーボールツーストライク、打ちました。さあこれは残念、そこはヤマトだ。ヤマト自らベースを踏んでスリーアウト。あ、ゲッツーじゃなかったのね。送球ミス珍しい、ヤマト。まあこれはいいよ、結果オーライ。ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。タイガースまずはゼロに抑えました。さあまたか、3割3分。なんだかんだ言ってこの人ね、打率稼いでるよね。まだ3割3分とかになってる。いいね、これはうまいね。神神神神神神、いけるいけるいける、無理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 、いけるいけるじゃねえ、無理だよ。さあパンダ頼むぜ、お前3割8分9厘、この男で打たずして誰で打つって話よ。クイックがえぐい。よしよしよし、これは見ましょう、一球見ようぜ。へいへい、カモンカモン、イエース、ナイス。お散歩、お散歩するならこの人だろ。1日1膳最高。鳥さんもね、併殺持ってるんだよね。トリゲにならんように気をつけないと。でもコントロール定まったしだ、久保中さん全然コントロール定まってないぞお前。いいね、もう見よう。よっしゃ、お散歩、阪神の真骨頂だなこれ。ここでお前原口があれじゃん、バックスクリーンに一発叩き込む展開なんじゃない。ちょっとホームゲッツー。全然ダメだね。タイガース、ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー二塁という場面で高城。タイガース、外野は浅めの守備を取ります。投げました。会心の当たり。うわ、取れんのかい、あれ。マジかよ。うわ。いやー、あれ飛びつかんと取れない打球か。今成だからいけると思ったんやけどね。いやー、マジか、スルーしたな。
久保バントしてこんのかもね。外野は浅めの守備を取ります。第2球投げました。打った。これは鳥さん、うわ動き緩慢やな。これアジリティしっかり。ちょっと藤浪リリースがわからん。これよし、全力ストレートはあんまほぼ投げてないからな俺はこのシリーズで。オッケーナイス。やっぱ変化球の方がいい。もう全力は打たれるイメージしかないからな。ナイス。さあまたチャンス、またチャンス。これはいったろお前。オッケー、完璧。ドアマすぎるわあれは。さすがに打ちますよ。めちゃめちゃ甘い。俺の一番好きなコースとも言っていいでしょう。真ん中低めのストレート、しかもそんなに球威もなし。それは打ち頃です。あれは打つわ。完璧。スイープあるな。ああいけるいける。三立ていけるぞ。藤波もなかなかいいじゃん。おお、いきなり150キロ。第2球熊谷だと。打ちました。当たり損ねのファーストゴロ。もう熊谷出てんのかい。ロペスベースを踏んでツーアウト。タイガースなおもチャンス。さあ今なり、おお、でも今なりお前マルチ、もう打賞いったりましょうやないけ。第2球投げた。これは正面だったか。惜しい当たり。サードランナーかな。これって誰、熊谷ショート、ヤマトが早くも退いてるね。なんかあったんか。怪我の画面は出てなかったはずだが。おー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 おおお、これは藤波行こうぜ。うん、主砲藤波の時間だ。藤波アウトロー際どい球、ボール。ここはよく選びました。第2球投げた。あー、これはしょぼい。ロペスか、うまいな。さすがに取ってアウト。スリーアウトチェンジ。梶谷だ。俺が嫌いなバッター。ツーアウトランナー二塁という場面で梶谷ストライク。まずは決めてきました。投げた。インロー際どい球、ボール。これはわずかに外れています。カウントはボール。よし、よっしゃ、伸びのあるストレート。ナイス。棒玉じゃねえ、重野五郎の棒玉じゃねえんだよお前、なめんなよ。さあまたチャンス。ルーキーの浜口、これが7試合目の登板。追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で福留、俊介と糸井さんか。あと5分としています。投げた。ボール。よく見ました。チャンスだ振り抜け。ボール。カウントは2ボールノーストライクです。セカンドランナーちらっと見た。投球はこれから3球目。これはエロゲコース、危ない。次は4球目投げました。打った。ショートゴロ。どっちみちエロゲだったわ。あ。どっちみちね。アウトチェンジ。阪神甲子園球場。さあ藤波、もう変えた方が良さげだ気がするが、変えましょう。これね、ここでお前横山だし、横山でしょ、もう横山出すわ。うん、そして守備もちょっと変えていきましょうかね。これは、エゴシを糸井さんのところに入れよう。で福留も、福留は置いとこか、置いとこか一応ね。さあ横山、敗戦処理として今起用している横山ですけどもね。マウンドに上がったのは横山。これが7試合目の登板。1球目ストレート空振り。さあ次の投球。ポテンシャルはマジであるからな横山さん。これで追い込みました。ポテンシャル。いきなりかい、お前軽々と。そしてさっきヒット打たれた高城か。そんな簡単に横山の球打てるかお前。ストライク、これで追い込みました。見送ってボール、カウントワンボールツーストライク。オッケー、これが高城でしょ本来の。ここで守備が上手い人か。外野は浅めの守備を取ります。流し打ち、ファール。さあ次の投球、甘い。うわー、マジか。ランナーは一塁変わりません。
ちょっとこれお前横山生かしたんちょっと失敗かもしれん。かなり捉えられてる。俺が操作した。鳥さん取れん。エゴシのレーザービームはダメだこれ。やべえ、ターニングポイント来るわ。来た来た。アタックポイントか。いやこれもう無理でしょ。もう変えよう変えよう。うわもう横山で無理だったな。石崎行きましょう。タイガースピッチャー交代です。横山降板、右の石崎、これが15試合目の登板。いややっぱ横山ダメかな。アッキーあげるかタイガース外野は焦るとか言ってるけど、初球打った、センター俺は前行ったはずだろ。横山落としたくないと、ひいきだからと。この一戦でね、ただ最近ちょっと打たれてる気するわ。俺が操作してもね、 CP が操作しても。石崎いってる、ナイス。おいおいだ、石崎が3イニングいってんのかこれ。お前守備はどうなってる。いやこれはねちょっと変えん方がいいと思う。二塁ウェポン、うん、これはちょっと6点差ある。梅野にしとくか。セカンドウェポン、中谷。まあこの人たちはまあ追いつかれることはないだろうけど、一応ね残しとこ代打として。これはちょっとね中継ぎ温存したいからさ。いやもうこれサード無理だね。ここで音坂、フォー、これいける。まあこれは仕方ないですね、OK、ナイススイープ、ナイスナイス。また最終回にちょっと下っちゃったけど、今回はね素晴らしい試合運びだったわ。横浜でベイスターズ戦でこれができるのはいいわ。素晴らしい、今回はナイス。さて本日のヒーローたちのインタビューが、本日3打点は俺のバットから叩き出したんだと思うぜ。俺が操作しね。ご覧いただきました一戦は、ちょっとね横山操作したらあれだったから、今後はちょっと横山操作するのに控えた方がいいかもな。ナイス、横浜相手に3立て完了です。3カード連続勝ち越しかなこれでね。素晴らしいわ。そして藤波は11勝6敗、いいですね。いいですよいいですよ。そして俊介打っては猛打賞、今成もマルチへ。糸井さんは全打席出塁してるね。ドメさんはまたホームランで、ヤマトがなぜね消えた。オッケー、おいまさかお前マジ、ヤマト、おお、よかった。これ能力も下がるからね、怪我したら。あっぶね、ナイス。下がる時もあるからな。そしてマテオの急速、うわお前もう下がる年齢か、また33とかやんけ。今成権力、よっしゃ今成権力し、これはさらに守備固めとして起用できるね今成。 OK、 じゃあね今回はここまでとしたいと思います。またね、バイバイ。